年の8月で結成3年目、能代市を拠点にメンバー和気あいあいと活動しています。念願のオリジナル曲がついに完成し、本日初解禁いたします。テーマは不夜城、一緒に楽しんでいただけたら幸いですとのことです。それでは能代よさこい颯の皆さん、よろしくお願いいたします。はい、先ほどご紹介をいただきました能代よさこい颯でございます。本日第26回アートス秋田祭りでの演舞、こちらが最後になります。ぜひ皆様には颯という名前を覚えていただければなと思います。精一杯演舞させていただきます。ご声援のほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。颯、構え。100年の時を超え、再び現れるその姿、受け継がれし伝統、今人々の心に刻め、そして燃やせ。
ました。能代よさこい、颯の皆さんでした。